第94回アフター311霞ヶ関の中心で愛を叫ぶ、もう94回です、ね、毎月第1第3木曜日にやらせていただいております。霞ヶ関名物に なってますね。
Sun to the sunrise all the way. Oh, get your kicks on Route 66. Oh, get your kicks on Route 66. Oh, get your kicks on Route 66. はいどうも、そうですね、なんかね、いろいろありますよ。まあですね、そう今ね、あの横川圭樹ってね、あの、まあ、友達がいるんですけど、での今コンフェッションっていうのを今日見てたんですけど、今日の見ててね、なんかもうシールズがいるじゃないですか、若い子たちがね立ち上がって、でもシールズが若い子たちを集めてるかっていうとそうでもないというね、まあ30代40代とかが集まってる、実はあの若い子たちが立ち上がって嬉しいと思ってみんながやってるんだけどっていうのはあってね、なかなか若い子たち立ち上がらないっていうのなんですけど、まあね、もうね、だからね、なんかこう年寄りたちがね、ちゃんと若者にコミットしようよっていう話があってね、文化とかね違うじゃないですか、だからね違うんだけど、それでもなんかね、そういう何コネクトできる場所というかね、そういうのをなんか一つね、入り口を一つ持ってた方がいいっていうような話をしてたんですよね。でもなんかね、議員さんもね、ちゃんとあのみんな LINE やった方がいいとかさ、別に LINE でねっていうのが、やっぱこうシリーズっていうのは LINE でこう集まってるみたいな感じであって、そうメール、あの D、メール、DM? なんだ、メールスじゃないんだよね。メールスとかだとね、長くなっちゃうじゃないですか、短いのでパパパッとね、なんか言ってたのが面白かったね、そういう若い子たちにねあれするけどね、あの西野カナをねワンフレーズ聞いてそれ以上聞けないって言ってましたとか面白かったですよね。ケイキさんがワンフレーズ西野カナとか若い人たちに入ってるのもね、ワンフレーズ聞いて聞けない、でもねそれはそれで、でもそれでね若い子たちとつながるっていう場をねあるっていうのは作らないとっていうかありますよね。でね、思ったんですけど、なんか音楽って日本であのずっと流行ってないと思うんでね、あのロックとか、まあロック好きな人が増えたとかフェスがあるとかそういうのあるんだけど、ほとんどの仕事してる人とか実はロック聴いてないしね、あの音楽って昔から日本の人って聞いてないんだよね。あのテレビに流れてくるものを聞くというか、 AKB だったり、EXILE だったり、そういうコマーシャル的な商品としてこうボンボン CM で流されてるものを聞いて、自分で選んで聞いてるわけじゃないんだよね、音楽に対して。ほぼだから音楽はまだまだね、ロックとかね流行ってないですからね、日本で。で若い子とかで、あ、音楽やってても結構古いの聴いてんだよね。まあアコースティックだったらすごいその、岡林とか、友部正人とかね、それのフォークの昔のを聴いてたり、あとロックの人たちは意外とレッド・チェッペリンとかね、ジミヘンとかね、そこら辺聴いてるんですよ、実は若い子たちが。今のも聴いてるけど、だからまあね、若い子のリズムっていうとか、その人たちのノリっていうのはあるけど、でもね結構ねそういうもんだったりして、実はあんまね自分たちのやってることがあんまりにもこう媚びようっていうのは違うなと思うんでね、自分たちその時代のことを考えてないといけないし、そのリズムとかあるけれども、なんとなくなんか結局なんか
と若いやつはずっと今も同じような悩みを持ってて、ただ社会がねどん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 窮屈にはなっていってるからもっと大変なんだとは思うんですけど、同じような悩みを持ってるんではないかとなんか思ってます。だからそこにうまくアプローチできればなんかできるんじゃねえのという感じもありますね。とまとめました。というわけで若い頃24の最後に作ったのかな歌をやります。今でも多分通じるかなと思ってやります。夜中に目が覚めコンビニエンスストアが話します。グラビアのモードを見て別々の部屋から逃げ出している。でも俺は本当の挫折感なんか味わったことはない。当たりもしない宝くじを買い込むほど追い詰められてもいない。レコードのブルースに暮らし感動してもアブはスプライチゼロンだけだ。俺は暗闇を恐れている。一人の時に風に襲ってくる。今夜この暗闇に自分の時が映るまで戦い続けよう。休みになると海外旅行に行くから笑っている。いや一人ドラマに泣いてるやつら笑っている。でも俺はブラウン管の前で文句を言うだけ。自分を相当としなんてた不安を乗り切っている。月の明かりに体を照らしてみろよ。ほら俺の足元には影がない。俺は暗闇を恐れている。一人の時に不意に襲ってくる。自分の鍵が映るまで戦い続けよう。この世の中には金で買える、もうある。どんなに笑っても変えない、もうある。自分を苦しめる過去を消すことなんてできない。未来が面倒に行くは数らない。そこくらいいくら作らせ大きそうな顔をしていても、俺は暗闇を恐れている。一人の時に不意に襲ってくる。今夜この暗闇に自分の鍵が映るまで戦い続けよう。俺は暗闇を恐れている。一人の時に不意に襲ってくる。今夜この暗闇に自分の影が映るまで戦い続けよう。まあそんな感じですよね。よし、そうなんですよ。もう全然関係ないけど、トリプルスリーってが何だっけ、流行語大賞のトップワンだっけ。大賞だ。トリプルスリーがよく分かんなかったので V3 の着てきたんですけど、僕にはトリプルスリーが知らなかったよ。知らないよ。何だろう、野球のなんか。そう。あ、そうなんだ。一応ね、ベスト10のノミネートで安倍を許さないとシールドが入ってるんですよ。安倍政治を許さないとシールドが入ってるんですよ、トップ10の中にね。でも、まあ、それはいいとして、まだこれがね、あの昨日見てあったかいんだからとかさ、そっちの方がわかる。あったかいんだからとか、ラッスンゴリライとかいろいろもね、問題はあるかもしれないけど、ラッスンゴリライとかの方がまだわかる。流行ったじゃないですか。流行語ですからね。このあれはちょっとね、みんな言った方がいいよ。ゆいちゃん、ゆいちゃん、なんだトリプルスリー、みんな知ってました。意味がわからないですよね。知らない。そう、なんかね、なんかね、みんな踊ってもいないんだけど、踊らされてるっていうのとまた違うんだけどさ、なんかさ、おかしいよねこの国。なんかもう、いやー、なんか
俺たちとこの生きてる人たちともうそういう世界っていうのは全部こう分けられちゃってるね。それがどうなのかっていう感じなんですけど、なんか、うん、でも田舎の人とか見るともしかしたらトリプルスリーってすげえ流行ってるのかなと思っちゃうのかもしれないね。あ、東京の人じゃなければ、あの意外と東京と田舎違いますからね。あの、そう、東京では流行ってんじゃねえのと思っちゃうのかな。それがね、なんかね、キモいおかしい、なんかね、そうですよね。何をやろうかなと思ってるんですけどね。ね、何をやりますか。じゃあ、もうね、みんな、そうだな、みんなどうなんだろう、自分のこともか、ね、自分の生活とかっていうのも考えてるんだろうけど、自分の生き方とかって考えてるのかよくわからない。なんかまだ、なんか何を言いたいかわからない。でもなんか何かおかしくないか、あのいろいろね。まあ、そんなわけで、まあ、それだけってわけじゃないんだけど。それはまるで見上げた空、薄汚れたペパーミント冴えないミントのブルースが気の抜けたまま剥がれない。チューインガムを踏んづけて格好のつかないステップだ。チューインガムを踏んづけて、そんなめった決めポーズ、足止め食ったわけでもなく、道が閉ざされたわけでもない。ましてやくじいたわけじゃないのに、剥がれないから気になっちゃう。気になっちゃう。うまくいけそうもない、チューインガムを踏んづけて、救世主も苦笑い、ゾロの知恵でも剥がせない、ちっとも綺麗に剥がれない。剥がしても少し残っちゃう、残っちゃうから気になっちゃう。どこもかしこも吐き捨てられてく、ガムだらけ、ちゃんと包んでても吐いてくる中身、チューインガムを踏んづけて、なんだっけ、チューインガムを踏んづけて、お見せできない格好だ、チューインガムを踏んづけて、死ぬ気になっても死にきれない、無視を決めても気長になっても、バカバカしいのに気になっちゃう、どうしようもないから笑っちゃう、ハッハッ、チューインガムが気になっちゃう、気になっちゃう。
市民も泣かす、それがどうした文句があるか。仙台原発再稼働、桜島から52キロ、今日も呼んでる、今日も呼んでる、ドアホーム君正義。そういや、おいどんはアホでございます。ワイドは送るし、嫌がらせもする。だってそれもこれもみんな税理のためばい。してからしかおいどんは会長になってない。副社長から会長だよ。してから下売る。なんだそのシックな顔は。桜だ桜、社員にやらせようで食わせろ。空に面子をついてなければ何もできない。収束作業を避難計画まるでない。いつかしこっても想定外、濡れる企業の濡れる銀行のでっかい利権がある。どうも田中俊一です。好き勝手に決めた新規制基準だな。誰は考えてないし、文化も影響ない。そもそも合格以外の安全じゃないの。正解は責任持ちましょう。それを反対側に会えたよ。とっかの住民説明会だって、日本のベースロード電源、原子力村舐めるため、笑う宮殿、笑う宮殿、薩摩の恥さらし。忘年会シーズンですからね、結構これ使えるかなと。みんなね、これ皆さん、これ誰もが知ってる歌ですからね。歌ってください。まあ、そんなわけで、いますか。じゃあ、デッドマンという歌をいきますか。
最終カモメバンプデコボコカスト道路だった道土台だけになった民家の上ぬいぐるみと花が置かれてる誰もが心の底から何かしたいと思ったささやかに思った善意を見分けて吹き消す顔死なすと言うけど死人にこそ発言権を瓦礫をかき分け手を伸ばせ死人にこそ発言権を壊れた包丁で夕暮れまで奇跡を待って海を眺める人警戒区域から見知らぬ土地へ思い出さえ持ち出せなかったと涙着飾り続ける都会よ何も終わっちゃいない上っ面な愛でなかったことにするんじゃない死人の声を聞け死人にこそ発言権を泥を吐き出し目を覚ませ死人にこそ発言権をま、沖縄宮城岩手なんで俺たちに聞こえない見えないじゃなくて見ないだけ自分ごとにさえ耳を塞ぐな生きながら死んでるいつまで続ける死んだら終わると未だに本気で思ってるのか もう茶は黙らせろ死人にこそ発言権を歴史の嘘を暴露しろ死人にこそ発言権を死人に口なすと言うけど死人にこそ発言権を奴らの胸ぐら掴んで死人にこそ発言権を28分あ、そっか、うん、ね、よしそうっすね、ね、ここまでしか言わないので今日はね、ここまでしか言わない理由がありまして、ね、なんだっけ2000、あ、そうだ、昔、遠藤健二という人の浪人やってたことがありまして、これ遠藤健二さんの T シャツなんですよ、実はなんと、ゲゲゲの鬼太郎ですね、水木しげるが書いた、本当にあのちょうどね、2001年に
なんだ CD をシングルをマルチ、ま、マキシシングルを発売したんですけど、それが円谷トットっていうので、打ち込みのリズムに円健さんがギターを弾いてるというね、インストルメントなんですよ。結構長い十何分ある、結構ねトランスミュージック、トランスミュージックをやっていて、そう、それでその時にジャケットのデザインでこう水木しげるが描いたというね、水木さんがね、多分ちょっと下げるか、水木さんがね、はい、水木さん亡くなっちゃいましたけど、まあでも93歳すごいですよね。そうそうそう、あ、ちょっと待ってね、俺歌詞知らないあれ持ってきたんじゃないのそれ。今ちょっとね歌詞を調べるあれ、 あっちの方がやりやすいやん。すぐ分かるだろう、これ、こんなものは。よし覚えた覚えたそう、そう、今日ね、今日昼間カバーしてきたんだけど、できるかなちょっとね、キーを変えてゲゲゲゲゲのゲ、夜なんだっけ、朝は寝床でグングング、楽しいな楽しいな、お化けにゃ学校も試験も何にもない、ゲゲゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ、ゲゲゲゲゲのゲ、のんびりお散歩だ、楽しいな楽しいな、お化けにゃ会社も仕事も何にもない、ゲゲゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、ゲゲゲのゲ、ゲゲゲゲゲのゲ、夜は墓場で運動会、楽しいな楽しいな、お化けは死なない、病気も何にもない、ゲゲゲゲゲのゲ、みんなで歌おう、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 ゲゲゲのゲ、来る10分ぐらい前にコピーしちゃいけないですねまあでもあの ちゃんと来たることだったよね、あの歌詞覚えてればOKOK はい、すいませんでした。まあそんなわけですね、ね、もうちょびっとやらしておいてくださいねやらしておいてFessional cry, Fessional call and tell you why. Santa Claus come to town, Santa Claus come to town, Santa Claus is coming to town. The Nokia is taking flight, gonna buy a full Nokia market. Santa Claus come to town, Santa Claus come to town, Santa Claus is coming to town. Wishing you very happy birthday,
メッセージ僕の口は別のくらい別のフォーアンテージワイバンタコスタンツタウンバンタコスタンツタウンバンタコスイカミンツタワーキーズフェイヤスリフン You know who you are with You know him ビンバーファーグトクトクトクメッセージBetter not pull and pull you wide. Don't go come to town. Don't go come to town. Don't go be coming to Fukushima. Don't go be coming to Beirut. Don't go be coming to Paris. Don't go be coming to Syria. Don't go be coming to Gaza. Don't go be coming to Okinawa.
まあ別に伸ばしてもいいんだけどね。あ、じゃあ2曲歌ってもらっていいですか。ね、すいませんね。ね、お茶の皆さん。じゃあいつも通りあれをやろう。俺が Are you ready と言ったらイエスだと言ってほしいんだ。イエスだと言ってほしいんだ。ね。ちょっと練習してみよう。いつものことだけど、いつものことだけど、ね、分かってる人は分かってる、分かってない人は分かってない。初めて。じゃあ行く。Are you ready? Yes, sir. もう一回行きましょう。もう一回ね。これちょっとね、慣れててほしいから。Are you ready? Yes, sir. よーし、じゃあ行きますよ。Are you ready? Yes, sir. Hey, 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 hey,
なんかシールズがね、若い子たち動いたから、若い子たちがみんなが動いたわけじゃないですからね。シールズで乗ってるのは30代40代という、ね、だからね、そこら辺ちょっとね、やっぱね、みんな考えて少しずつなんかやった方がいいっすよ。まあそんなわけで、でも希望ではありません。シールドが出てきたことで僕ら喋りやすいですからね。今ね、あの職場にいてもそういう話題ってできるじゃないですか、簡単にね。そこはね、あのだからそう、流行語トップ10に入ってますからね。トップ1が意味がわからない、トップね、なんだっけ、トリプル3、トリプル3ね、あれ初めて聞いたね、誰も知らない。でもあれをね、テレビでやってたら、地方の人は東京ではトリプル3って流行ってるんだって思っちゃうと思うんですよ。でも全然流行ってないですからね。3本が取れなくなったね。ね、そう、ね、ラッスンゴレライとかのまだね、あの問題があっても、いや流行ってるじゃん、流行ったじゃないですかね。あったかいんだから、でもね、みんなそっちのが、それが流行ならまあしょうがないと思いますけどね。まあそんなわけで、でもあの諦めずにね、皆さん諦めてもないですけどね。ね、まあ頑張りましょう。あ、間違えちゃったよ。あいにくの雨降りで傘をさしたまんま、夏でなるぞの紙袋開く渋谷アックスの前、4月なのに冬みたい、でもまだポテトはあったかかった。2人でギネスで乾杯、月金の上見るんだ、 OL もバックスも冷却マンよ、さまざま日本人もアングロサクソンもアイリッシュパンクにやられてく。 1,2,3,4 跳ねる、押し合う波に飲まれる、ぶつかり合って痛い、でも各自はしゃいでる。最高の笑顔で、最高の笑顔で勝ち組たちを笑う、酔ったらいいララバイ。ロックが好きでよかった、ライブの旅にそう思う、PA スピーカーのまんまを、明日も耳がキンとしてる、きっとスキューブをちょっと回せば、地雷が散らばったままの土地、食べ物も人権も奪われたままの被害者たち、そこから距離も温度差も遠いところにいるけれど、ロックが世界を変える日は昨日より近づいてる気がする。ワン・ツー・スリー・フォー跳ねる、押し合う波に飲まれる、ぶつかり合って痛い、でも各自はしゃいでる。最高の笑顔で、最高の笑顔で支配者たちを笑う、酔っ払いララバイ。何ができるかな、戦争を止められるかな、シンプルな愛を続けれるかな、想像すれば簡単だろう、ロックンローラーは言った。ワン・ツー・スリー・フォー跳ねる、押し合う波に飲まれる、ぶつかり合って痛い、でも各自はしゃいでる。跳ねる、押し合う波に飲まれる、ぶつ
しゃいでる最高の笑顔で最高の笑顔で世界中めてやれ酔っ払いララバイ。次はですね、栗原優でいいんですね、はい、栗原優の出番です。よろしくお願いします。